エドワード・ホセム・ヒカは、ベネズエラのカラボボ州バレンシア出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2001年にクリーブランド・インディアンスに入団。2006年6月21日のシカゴ・カブス戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。2009年4月1日に、金銭トレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。パドレスでは2年連続して安定した成績を残した。 2010年11月13日にキャメロン・メイビンとの1対2のトレードでライアン・ウェブと共にフロリダ・マーリンズへ移籍した。2012年7月31日にブルペンの補強のためザック・コックスとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。2013年はクローザーに定着。7月にはオールスターに初選出された。10月31日に FA となった。 2013年12月5日に、ボストンレッドソックスと2年総額950万ドルの契約に合意し、12月7日に球団が公式に発表した。2014年は主にセットアッパーとして起用されたが、クローザーの上原孝二の休養日や当番回避時には代わりの抑え投資としてマウンドに上がった。9月には上原がゼフ不調に陥ったために、クローザーから外れ、 代わりに、ムヒカがシーズン終了までクローザーを務めた。この年は、前半戦は防御率5.45、ホイップ1.50と不調気味であったが、後半戦は防御率1.78、ホイップ1.22と持ち直し、最終的に4年連続での60試合登板を達成した。2015年11試合に投げた後、5月8日にリーフとなった。 2015年5月9日にトレードで、オークランドアスレチックスへ移籍した。アスレティックス加入後は38試合に投げ、防御率4.81は移籍前より悪化したが、ホイップ1.22は移籍前より改善させた。持ち前の請求力は大いに発揮され、予支給率は1.1と定率だった。レッドソックスとの合算では、49試合の登板で、 防御率4.753勝5敗1セーブという成績を残した。11月2日に FA となった。2015年12月17日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーした。二千十六年五月十六日に カンザスシティロイヤルズへ移籍し、ンカの AAA 級オマハストームチェイサーズへ配属された。8月10日に自由契約となった。8月19日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。ンカの AAA 級ロチェスターレッドウィングスに配属されたが、メジャー昇格はなく、11月7日に FA となった。2017年1月10日にデトロイトタイガースと、 マイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級トレドマッドヘンズでプレイし、8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月13日にディーフとなり、15日に40人枠を外れる形でトリプル A 級トレドへ配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月3日に FA となった。2018年1月31日にカージナルスとマイナー契約を結ぶと報じられ、3月15日に正式に契約を結んだ。2019年はメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約、シーズン終了後に FA となった。かつては90から95マイルパーアワーのフォーシームが主体だったが、 2011年頃からは平均球速がやや落ちた代わりにツーシームを交える割合が増えた。決め球は84から89マイルパーアワーのスプリッター。右打者には82から86マイルパーアワーのスライダーも15%程度投げる。ありがとうございます。